はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はマジバトの動画撮ろうと思います。ってことでね、まあ3周年のね、魔界三大勢力ガチャ、当編ということで、まあ第1弾だよね、きっと。第2、第3弾と続くだろうし、まあ桑原ハブなのもあれだから、霊界編とかもね、あるんじゃないかという期待をしてたりはするんですが、ちょっとね、一旦キャラ性能チェックの動画を撮って、その後にガチャの動画にしようかなとね、初めは思ってたんだけど、ちょっとね、この魔界三大勢力ガチャなのに、右ストレート来たんだよね。で、ちょっとネタキャラかもしんないし、なんか防御タイプだから、ちょっとユウスケ、性能はね、ほんと、まだ見てないから、よくわからないままなんだけど、右ストレート欲しいので、もう今回はガチャ引きましょう。多分ね、なんとなく攻撃タイプ心で、これね、トグロとライゼンね、セットで、使うとかすればね、俺のチームに非常に合うんじゃないかなっていうことで、多分ね、性能的な当たりはライゼンな気がする。気がするんだけど、右ストレート引こうぜっていう、そんな感じでちょっとね、今回、確定枠まで、とりあえず、一周しようと思います。で、次の動画でね、ちょっと性能チェックしようかなと。まあ、引けたらね、その場でちょっと見ようか、っていう風に、思います。ということで、まあ、じゃあ早速ね、引いていきましょう。でね、ちょっとね、延期に関してはね、揚力サポートだったので、優先度は俺の中では低め。だから、まあ、ライゼン、ユウスケを狙うけど、おそらく性能的当たりはライゼン。で、ユウスケは、右ストレートが欲しいと。このね、だってこれ潜水編の中盤だもんね。この右ストレートでぶっ飛ばす。これはね、ぜひ、コレクション的な意味で引いておきたいと。いうことで、早速ね、ちょっと引いていきましょう。いけ!さあ、場所はいいぞ。オーラも、まあ、中くらい。天井破ってカットインがワン、ツー、スリー。よいしょ!もう一丁!あるね。あるね。あるね。オッケー、オッケー、オッケー。素晴らしい。3枚抜きしよう。んと?これ右スト?右ストじゃない?今なんかこのぐるぐるぐるって回ってる、影でね、なんか右ストの気配を感じた。オッケー。まあ、おっと!よく見たらもう一体いた!右ストレートに気を取られて延期に気づかなかった。延期が気配を消してた、これ。あ、いきなり2枚抜き、やった。これはもうライゼンまで引くしかないっすね。よーし、この調子でちょっとライゼンも引きましょう。さあ、2回目。いけ!さあ、天井がなくなってしまったが、オーラは、とりあえずさっきの状態を維持。さあ、カットインが、ワン、ツー、スリー。おっと、一つ減って、ちょっと星5なし。なるほどな。まあ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 。クワバラ、クワバラ。はい、次行ってみましょう。まあね、初回2枚抜きしてるんで、平均1枚出てる。悪くない。さあ、来い。おっと、森って言おうとしたら、矢印に虹が、オッケー、オッケー。ここでライゼン引こう。とりあえず、コレクション的なコンプという意味では、ここでライゼンを引けば、完成ですね。とりあえず、今回の分は。さあ、どうでしょう。ん?なんだこれ。ああ!そういう、そういうシルエットか。なるほど、なるほど。ムクロでしたか。よしよしよし。まあ、次行きましょう。これ一回無料だね。行け!さあ、無料ってことは40連目なので、次でね、おっと、カットインなし。これは寂しい。はい、次で、まあ、新キャラ1体確定。ここでね、なんとかライゼンを引き当てさせてもらいたいところだが、どうでしょう。さあ、いけ!まあ、確定枠あるんでね。
おーし、オーラでかい。これは2枚抜きしてほしい。さあ、カットインが1、2、3、4。オッケー。さあ。あ、確定のみか。もしかして、あーのみね。これ、お、でも今までに見たことないシルエットっていうか、まあ、延期のシルエット俺見逃してるから、これ延期の可能性もあるけど、ライゼンだったら嬉しい。よし、オッケー、とりあえず一人ずつ出たね。やった。この結果は大満足だね。オッケー、オッケー。はい、というわけで、まあ、今回ね、確定枠まで引いて、綺麗にね、一回ずつ。まあ、マジバトはね、重ねる前提のゲームなんで、まあ、キャラだけ、まあ、一回だとね、あんまり、その場ですぐ使える感じにはならないんだけど、まあでもね、出ないよりはね、全然いいのでね、今回のガチャは良かったんじゃないかなと思います。で、まあ、引いたら性能チェックしようかって言ったけど、まあ、3つとも出るんだったら、改めてね、性能チェックは別動画にしましょう。まあ、いつもはね、性能チェックした動画撮ってね、ガチャは次の回でとかって言ってたんだけど、まあ、順番がね、前後しちゃったけど、今回はね、ガチャ50連の動画になりました。ということでね、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。